夏の日の朝に真っ赤な花を摘む女性。無数の点で描く点描画の技法をベルギーから日本に持ち込んだ太田喜二郎の代表作です。高知市の県立美術館で開かれている企画展、発掘された珠玉の名品少女たち。明治、大正、昭和にかけて少女をテーマに描かれた121点が展示されています。作品を収集したのは、半世紀にわたって京都で画廊を営む星野恵三さん、81歳です。作者の名前、勲章、経歴、これによって売れるか売れへんかが決まってるから、あんたも気付けやと言われたんですけども、何くそ、そんなアホな話おかしいやろうと思って、自分の目を信じて、ああええなと思うのをずっと家内と二人で集めてきております。埋もれた無名の画家の作品を世に送り出したい、その思いで発掘したのが、明治から大正にかけて活躍した笠木次郎吉の水彩画です。明治時代の尋常小学校に通う子どもたちをリアルに描いています。明治33年に女の子が男の子と一緒に、これが勉強できるやっちゅう姿、そろばんを抱えて習字の練習やいろんなものをぶら下げて、これから頑張るよ、私もやれるやっちゅう女の子のすごい表情が出てるし。こちらは詩人で小説家の島崎藤村の息子、島崎啓二の朝です。足元は裸足で、手には白い花、水際に立ちすくむ少女はとてもミステリアスです。美術と我々の間にあるのは心なんですね。だからそれが100年前、50年前、70年前に描かれたもので誰は分からんけれども、今見て、ああええやな、これちょっとええなと思っていただいたら、それで私は嬉しいんです。そのことが描かれた絵描きさんのためにも供養になりますし、作品のためにも生きる場所を提供していただいた美術館の方々のためにもなります。この企画展は来月22日まで県立美術館で開かれています。